皆さんこんにちは、ことふみ郡山の渡辺です。ポンペオ国務長官のツイートを機械語訳のものを淡々と朗読するシリーズです。今は日本時間の2021年1月19日7時8分です。それでは始めます。1月18日9時19分アレクセイ・ナワルニーを逮捕するというロシアの決定に深く悩まされた自信を持っている政治指導者は競合する声を恐れたり、政治的反対者に対して暴力を振るったり、不法に拘留したりする必要性を認識していません。1月18日21時30分、マーティン・ルーサ・キング・ジュニア牧師は、すべてのアメリカ人の不可侵の権利を守ることに人生を捧げました。今日私たちは、私たちのコミュニティと、国に奉仕することによって、米国における社会正義と平等を推進する彼の業績を称えます。1月18日22時ちょうど、アメリカファースト。1月18日22時30分、国務省が間引きされたことを何度も読みました。本当に私たちは精神生命に基づく文化を初めて構築しました。今日の外国人サービスオファーの数は2017年1月とほぼ同じです。1月18日23時ちょうど、2日で政権交代が起こります。過去4年間のようにアメリカがコースを維持し、アメリカを最優先し続けることを願っています。フォローしてください。@MikePompeo@MikePompeo。 1月18日23時30分、文化を正しく理解することが重要です。1月19日0時ちょうど、私はカウンセラーのブレンチバッハに部門の専門的なエイトスステートメントの作成を依頼しました。私たちがどのようにアメリカ外交を擁護するかについての明確で簡潔な告知。1月19日0時30分。ここでエイトスを読んでください。この動画については先ほど日本語朗読のものをアップしましたので、ぜひご覧ください。右の上の方からリンクを貼っておきます。1月19日0時45分。スコット・モリソン MP と話すことを光栄に思う。私たちの2つの国の間の壊れない絆について、そして私たちが達成したすべてをレビューします。米国とオーストラリアの同盟は、かつてないほど強力であり、自由で開かれたインド太平洋の構築に取り組むにつれて、その重要性はますます高まっていきます。1月19日1時ちょうど、良い人がいなければ良い政策を立てることはできません。1月19日1時30分、譲渡ビクトリア、プロ意識、喜び、そしてアメリカを心に込めて毎日を実現してくれてありがとう。1月19日1時46分、ハワードがいなければ82カ国を旅することはできなかったでしょう。あなたはすべてのロジステックスの詳細に卓越性をもたらしました。ありがとうございました。1月19日2時ちょうど、公務員の採用プロセスを合理化し、その結果、国務省の公務員の採用は500人になりました。アメリカの人々に奉仕するために適切な才能を適切な場所に置くこと。1月19日2時30分。3月以来、私たちは実質的に400人以上の公務員と414人の外務局の同僚をチームに迎え入れ、外務局の全体的な採用目標を上回りました。1月19日2時46分。米国の強力なリーダーシップは平和、共存、宗教の自由の未来を築いています。USA アンティセミティズムは反シオニズムやイスラエルの非合法化を含むあらゆる形態の反ユダヤ主義と戦うためにアラブ世界で別の歴史的な覚書に署名しました。1月19日3時ちょうど、
国務長官を務めた後もアメリカファーストのために戦うことを決してやめません。やるべきことは常にたくさんあります。次のことについてあなたと共有し、関わり続けることを楽しみにしています。まだ行っていない場合は、マイク・ポンペオを必ずフォローしてください。1月19日3時30分、次世代の偉大な外交官と一緒にいるのはいつも楽しいです。1月19日4時ちょうど、外交2050年、おそらくグループ内の何人かの偉大な兵士、船員、保護者、海兵隊員、空軍兵も。1月19日4時30分。そして私たちの偉大な軍人と女性について言えば、偉大な軍隊の生の力とプロ意識なしには外交官は成功することができません。あなたとあなたの家族のそれぞれへの祝福。あなたの卓越性は私と私のチームに力を与えました。ベテランから。ありがとう。1月19日5時ちょうど。外交保安部、単に最高。1月19日5時30分。この4年間、私、私の家族、そして私たちのチームを安全に守ってくれた男性と女性に感謝します。CIA と州の両方で仕事をし、セキュリティを計画し、任務を遂行する専門家は、真の戦士と英雄です。1月19日6時ちょうど、国務省 DSS、世界で米国政府の法執行機関の中で最大のグローバルリーチを持っています。秘書の詳細を担当したすべてのエージェント、特に私の在職中に詳細を主導してくれた2人のエージェント、ロンファー・チャイルドとロイ・スティルマンに深く感謝します。1月19日6時30分、私たちは外交官と地元で雇用されているスタッフの安全を確保するために一生懸命取り組んできました。1月19日7時ちょうど、米国大使館または領事館が閉鎖されると、国務省 DSS 地域のセキュリティオフィスが最後に去ります。彼らは2019年に大使館カラカスに、2020年に生徒、米軍領事館に任務と情報を確保するために滞在しました。以上、ここまでです。ありがとうございました。それではまた。